ジョルジュ・クレランが、オペラ座での上演のためのポスタールシットは、ジュール・マスネの作曲したオペラ、シットとも表記される。ピエール・コルネイユの同盟の劇曲を原作とし、脚本は、ルイ・ガレ、エドゥアル・ブロー、アドルフ・デヌリによる。1877年初演の、ラオール・の王でオペラ作曲家として認められたマスネは、オペライコール・コミック・ザ・初演の、マノン、国民劇場で、 フランス初演されたエロギャードと次々に人気作を生み出していた。その中、1883年6月に計画が動き出した本作はラオールの王と同じくルイガレの脚本を用い、オペラ座での上演を前提としたグランドオペラとして書かれた。この作品の元となったロドリーゴ・ディアス・でビバールの物語はオペラの題材として高い人気があり、 ジェームズ・ハーディングによれば、マスネはこの題材を扱った、史上27人目の作曲家だった。ガレとブローは1873年前後にも、同じ題材に基づく、ドン・ロドリー・グダン・ロドリゲイと題した脚本を、ジョルジュ・ビゼのために提供していたが、この作品は未完に終わり、彼らは、その一部をマスネのための脚本に転用している。 1885年11月30日にオペラ座で初演された作品は成功を収め、1919年にはオペラ座での150回目の公演を迎えたが、その後、主に配役の難しさによって取り上げられる機会は減っている。ロドリーグ役の経験があるプラシド・ドミンゴは正しく演じられれば非常に大きな劇的、可能性を持つとしながらも、上演には対価が 大きく、また非常に難しい作品という。初演を表した、ビクトル・ビルデルは、グランドオペラ特有の効果や鋭い対比を操るマスネの技量を評価しているが、グランドオペラの様式に則っ,ったマスネの作品は、これが最後となった。これについて、シングローブ・オペラ時点は、この台本のスケールを捉えるのに、十分な才能がマスネにあったとし、 作品の優れた部分を挙げつつも、英雄的な声の歌手や、グランドオペラ的な王子家系よりも、もっと身近な題材を扱う方が、明らかに彼のせいに合っていたと述べる。シングル・ーブ・オペラ時点と1885年間の、ボーカルスコアを参照した。初演時のロドリーグの衣装のスケッチ。ルドビッチ・ナポリアン、ルピックが、シングル・ーブ・オペラ時点と、オペラ名曲百科を参照した。 舞台は11世紀のスペイン。フランスオペラには珍しい、型通りのそなた形式による序曲が置かれている。第一馬ゴルマ伯爵の館のサロン。ムーア人を退却させた英雄である、ロドリーグが騎士の称号を与えられることに決まり、式典の準備が進んでいる。シメーヌが登場し、ロドリーグを愛していることを、父親のゴルマ伯爵に伝えて祝福される。王女が現れ、 彼女もロドリーグを愛しているが、身分違いのために身を引き、使命ヌを祝福する。第二馬王宮へ通じる回廊と大聖堂の入り口。王はロドリーグを騎士に任じることを民衆の前で宣言し、ロドリーグは授かった剣を手に喜びを歌う。続けて王はドンディエーグを皇太子のこのエ隊長に任じることを発表する。自分が選ばれるものだと考えていた。 ゴルマ伯爵は憤慨し、ドンディエーグを侮辱する。ドンディエーグは、復讐を誓い、ロドリーグに、ゴルマ伯爵への報復を託す。恋人の父親と戦わなければならないことに、ロドリーグは苦しむ。第一馬や、伯爵の家の近く、ブルゴスの路上。思い悩みながらも伯爵家を訪ねたロドリーグは、伯爵と決闘し、相手を殺す。ドンディエーグは、 復讐が果たされたことを喜ぶが、ロドリーグは後悔している。駆けつけてきたシメーヌは、ロドリーグの様子から彼が父を殺したことを察する。第2バブルゴスの王宮の前の広場。民衆は踊りながら、春の訪れを喜び、王女を賛美する。シメーヌが駆け込んできて、父を殺したロドリーグへの裁きを追い越う。ドンディエーグは、自分が身代わりに罰せられようとし、場は、 混乱に陥るが、そこに伝令が現れ、ムーア人からの再びの戦線復刻を伝える。ロドリーグは、裁きは戦いの後にし、敵を倒すために出陣させてほしいと願い出る。第1話第3幕第1話、シメーヌとロドリーグの対話。イルストラシオン氏に掲載された、初演の記録よるシメーヌの部屋。ームを嘆くシメーヌ。 そこへ別れを告げにロドリーグが現れる。シメーヌは怒りで答えるが、変わらぬ愛を伝えるロドリーグに、彼女は恨みの気持ちと愛情の間で混乱していく。第2話ロドリーグの陣営。歌い騒ぐ兵士のもとにロドリーグが現れ、兵士たちの覚悟を改めて問う。第3話ロドリーグのテントの中、ロドリーグは勝利を祈る。そこへ、光と共に、 聖ジャックの姿が現れ、願いが聞き届けられ、戦いは、勝利に終わると刑事を下す。第4場再び、ロドリーグの陣営。朝、兵士たちは戦いに向けて奮い立っている。勝利を確信したロドリーグが出陣していく。第一場グラナダの王宮の広場。ロドリーグが戦死したとの方を聞き、ドンディエグとシメーヌは嘆き悲しむ。しかし、 ロドリーグが生還したと王が告げ、二人は喜ぶ。第二バグラナダの王宮の中には、勝利を収めたロドリーグは頑固の声に迎えられる。改めて裁きを請うロドリーグに、王は、指名ヌ自らが裁くことを命じる。ためらう指名ヌを見て、ロドリーグは自殺しようとするが、指名ヌは、ロドリーグを許し、彼を愛していることを告白する。結ばれた二人は一堂に祝福される。 第二幕、第二話冒頭のバレエ音楽は、単独の還元楽曲としてよく取り上げられる。ロシタマウリを想定して書かれたもので、彼女の発案により、スペイン各地の様々な興味深いリズムが盛り込まれている。以下の7曲からなり、通しての演奏時間は、約20分。キャスティーニ・アンダルズ・アラゴナイセ・オーバード・コットロン、マドラレン・ナバレス。ありがとうございます。